浜松医科大学が開校し、一期生として101名が入学しました。現在、布橋三丁目の仮校舎で教養課程の講義が行われています。一方、半田町の建設現場では校舎の建設が急ピッチで進められています。昭和50年度からは新しい校舎で授業が行われます。慢性的な看護婦不足を解消するために私立高等看護学院が開校しました。29名の新入生は県西部の高校を卒業した人たちで、3年後の国家試験を目指して勉学に励んでいます。鴨江2丁目の私立診療所内に夜間救急室が設けられました。夜8時から翌朝の7時まで医師2名と看護婦3名が診察に当たっています。救急車で運び込まれる人もいます。これで夜急病になっても安心です。しかし、常に健康に注意して救急室の世話にならないようにしましょう。浜松市の保健所がスタートしました。初めて子供を育てる人のためのお母さん教室。不良食品の監視。食品添加物が不正に使用されていないか、細菌が入っていないかなどの検査もします。保健所は私たちが健康で暮らしていくためのいろいろな仕事をしているのです。昭和50年には鴨江2丁目に新庁舎が完成します。働くお母さんにとって赤ちゃんを育てることは大変なことです。4月に篠原保育園ができました。1歳から5歳までの子どもたちがみんな仲良く元気に育っています。民間運営の産休明け家庭保育室にも補助金を出すことになりました。三方原町に寝洗学園が開園しました。
子供たちは毎日マイクロバスで通園します。知恵遅れなど障害を持った子供たちが独り立ちできるようにするための施設です。絵を描いたり体操をしたり、明るく楽しい雰囲気の中で学習しています。今までのゴミ焼却場のイメージを変えた北部清掃工場が完成し運転を始めました。工場内の仕事は中央制御室で監視しています。公害の出ないよういろいろな設備がされています。肺は圧縮してブロックにします。将来は建築資材などに再利用できる予定です。匂いはエアカーテンでシャットアウトです。隣にできた休養施設有玉荘では、風呂や暖房にゴミを焼いた時の余熱を利用しています。工場の周りは公園として、みんなの憩いの場となっています。名誉市民内田六郎さんが9月30日脳血栓のため亡くなられました。内田さんの功績に報い市民葬が行われ、3000人の市民が参列し故人の冥福を祈りました。浜松市3人目の名誉市民に推挙された時の内田さん。内田さんの功績は大きく、浜松の文化育ての親として社会教育の振興、芸術文化の向上などに尽くされました。萩の花を好み、野草を愛した文化人でした。気軽に運動のできるグラウンドが欲しいという声がたくさんありました。これに応えて休日に小学校の校庭が開放されることになりました。休みの日には校庭はソフトボールや町内運動会などで盛んに利用されています。青空の下でみんな楽しくグラウンドを飛び回り、爽やかな汗を流す人たちでいっぱいです。
寝たきりでお風呂に入れないというお年寄りのために移動入浴者浜風号がお目見えしました。枕元まで湯船を運び込み、健康状態を見ながらの入浴です。みんなの声を市政に生かそうと街角号が登場しました。街角でおしゃべりが始まります。車にはビデオ装置が積み込まれています。こんなことをしてほしい、こんなことで困っているなど、いろいろな意見が出ます。早速出かけて現地調査です。街角号を見かけたら声をかけてください。おしゃべりしましょう。